闇の中に浮かんだ途切れたビジョン目の前スポー。はい、始まりました日刊マインクラフトの時間でございます。今回も元気にプレイしていきましょう。私が FB37 です。タピオカバーン、トロマットです。これです。さあ、じゃあ MSSP の3人とタピオカパンでやっていきましょう。いた、なんで最後殴ってく。いや、あいつは MSSP じゃないから、タピオカパンだから。仲間外れ。やーい、タピオカパン。あ、やる気か。バーカバーカ、お前一生タピオカ食わせないからな。あー、ちょっと困る。たまに食いたい時もある。さあ、こんな感じで祭り感のある MSSP シティ。シティなのか、これ。シティ。シティとは言えないんじゃないですか、これ。MSSP。一回寝ようぜ。街。これ今夜。夜。オプーナの顔白くしてみようかな。本来オプーナの顔は白いだろ。ありっちゃありだね。キモくなる。ちょっと待って、オプーナの顔って白いのか、そもそも。あー。オプーナは肌色だわ。牛ってなんでこんな美味しく生まれてしまったんだろう。美味しく生まれたってのはかなり罪だよね。そうだね。よくアニメとか漫画でさ、うん、なんか怪物に食べられる村人たちっていうなんかあるじゃん、よく。まあまあまあ、まあ、あれはなんかもう勘弁してくださいって言ってるけど、あれ牛が牛が言ってたらどうする俺たちに。でもさすがに人語を喋ると人権が発生しやすい。いや、牛語だよ、牛語。牛子ならもうどうしようもないわ、わかんねえし。それはあかんやん。で、それと一緒だよ。あの、モンスターだって別に、何言ってんだろうな、こいつ。わーわー言ってるわ、って思いながら食ってるわけよ。なるほどね。人間の言葉はわからんわけだから。そう。わかんねえよ、みたいな。まあ、つまりは、所詮この世は、じゃあ、焼肉、定食。じゃあ、じゃあ、じゃあは何だろう。じゃあ、そのまま言いそうになった。じゃあ、じゃあ、焼肉定食。よっしゃー、レベル30になったので、弓いっちゃおうかな。イエーイ。弓ちゃんとしちゃおうかな。人間お願いします。弓ちゃんとしちゃおうかな。それはちょっと勘弁してあげて。弓縁ちゃんとしちゃおうかな。あ、言い直した。言い直した。言い直したってことは分かってたってことだよ。そうだね。どうだ？あ、耐久力だよ。ろくなもんじゃねえんだ。お願いします。はい、くそー。それほんときついよな。まあでもこういうもんだから仕方がないっす。やばい、すぐトラップタワーっていう言葉が頭を。プロ。プロさえあれば。プロ版さえあれば。なんかいるスケさん。スケさん、なんでいるんすか。カクさん。カクさん、てめえやめろ。なんだあいつ、やめろ。くそ、あいつマジ性格。今気づいたんだけど、左手にって肉とかも持てるんだね。だから食いしん坊スタイルも可能ってことだよ。ぶね、ゲーやる気なくした。やる気なくした。ああ、やばいやばい。ああ、やっちまった。やる気なくした。俺のエンチャント生活が。何本失ったの？ 27 時や。いてえ！あいつマジうぜえ。羊牧場にいたら殺される。ああ。たまに羊に当たってる。やばいやばいやばい、マジこいついい加減しちゃったよ。もうさすがに怒ったぞ。アンパンマン、もう怒ったぞ。あいつマジ作詞がダメだ、やられる。またあーマジ無限弓欲しい。エグビー先輩のストレスメーターがどんどん上がっていく。このままでは地球が危ない。もう一回やるだけで誰かあいつを倒すんだ。痛い、もう。あ、バカだこいつ。剣を持って。あ、なんだなんだなんだ、すげえ騙しグルースパイディー。今度スパイディー。どうしてんのかなこれ、ちゃんとブエー。死の連鎖は止まらず。いやー、もう武器も落としまったし、キック
キックン、あと羊がもうめちゃくちゃなことになってるよ。色がもうぐちゃぐちゃになってる。あ、これ？あの赤ゾーンにね、グレーのやつなんか元からいた気がするけど。いや、そう、紛れも混んでた。紛れも混んでた。紛れも混んでた。いや、これマジどうしようもねえな。いや、これ改築します。ここはもう一回必殺技使うしかないな。マインクラフト経験値稼ぎ。ついに調べ出した。ついにプロ版が。いえ、地獄の豪華に焼かれるがいい。ブロック越しにゾンビと村人が。あー、こっち攻めてきた。どうだな。なにこれ。助けてやったぞ。はじゃねえ、こいつ。なんだ。あ。壁越しにゾンビに殴られた。起動、稼働していいのか。うわぁ、ゾンビになった。なに、村人？村人が。村人、いつになったら、うちの祭りに遊びに来てくれるん？今頑張ってるから、俺。まあ、やっぱり、TT が理想的なんですけど、TT を作ってしまうとね、やっぱ経験値を稼ぐっていうカタルシスが薄くなってしまうから。カタルシス。わかる。だ、まだちょっとやめておくわ。そうだ、ね。ありがたみがない、やっぱ。うん。でしょ？やっぱ、これがなくなった時の、あー感がやっぱりなくなっちゃうから、あ、また食べればいいやってなるから。ちょっとその、失った時の再現もう一回やってみて。あーじゃあ、レベルごとに分けてみようか。いいよ。じゃあ、レベル5の段階でやられた時の。あー、やられたわ。じゃあ、レベル9。あー、じゃあ、15。あー、15まで溜まってたのに。さっきよりテンション下がったね。ちょっと下がったよね。そうそう。いや、だから高いとは足りん。え、限りない。あー !22! 25。あー、あとちょっとで30だったのに。27。27! 27だっつの28。28! あー !28 レベルだったのに29。あー、あと少しで30レベルやったらやられた。11。うわー、11か。11結構痛いな。62。ちょっと待って、お前ら どっちかどっちか分かんない。まとまれや。3なのか62なのか、だいぶ違うだろ。テンション全然違うだろうな。48。あー、48という大金を俺は失ってしまった。人生のこの悲しみをどこにぶつければいいの。絶対48の方がさっきの20何歩より微妙だったぞ。いやいやいや、行き過ぎるとやっぱり実感がなくなる。だって48まで貯めないもん絶対。わーい、矢倉完成。お、矢倉完成した。おー、でも矢倉だ。実際ヤグラ、いや、いいと思います。いいね、いい感じでお祭りになったな。うん、ワイトもそう思います。恐怖のヤグラだから、あれだよ、中に入ったら落とされるから。恐怖のヤグラ。ウイキ君、ウイウイウイキ君、ウイキ君、ウイ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 。じゃあ、くるくる回って先に落ちた方が。オッケー、勝負だ。よーし。ういういうい。イエーイ。イエーイ。なかなか落ちない。落ちない。な、前はあんなにすんなり落ちた。なんなんだよ。ゲゲの来たるやりたくなってきた。ドゥッドゥッドゥッドゥドゥルドゥル。やべえ、クリーパー現れたぞ。あのゲームむずいね。やっぱ弓だな、時代は。本当に無限矢欲しい。本当にそう思ってる？思ってる。嘘を偽りないだろうな。怖い。けど本当のところは？いや、欲しいでしょ。わかった。ちょっと、ミスターポポ連れてくるから、待ってろ。ブーる狙い、願いがどういえ。おぉ、絶対ミスターポポ。ミスターポポ来ねえなぁ。どこ行ったんだろう。完璧にセルだ。まだかなぁ。おぉ、ご飯。ミスターポップどこ行ったんだろうな、来ねえな。もう待ち合わせの時間過ぎてんだけどな。ゴミゾンも。あ、来た来た来た、ポポ。あ、来た、やっと来た。おっせえ、こいつ。何やってたんだよ。
遅れてごめん。ガンビ様。あれ、ちなみにミスターポポ何で言うんだっけ。あれ誰だよミスターポポ呼んだやつ。あれ何で言うんだっけ。だちゃんと作業するからたまに釣りやろ。そういう人生を送ろ。あ、こいつ釣りを我慢できなくなってきた。だって無限っつったらもうその時点で勝ちなわけじゃん。そういえばネザーの要塞の宝箱とか行ってないから行ってみようかな。ちょっと冒険した気分なんだよね。農場を拡大する前に醸造台もそろそろ作るか。やっぱそう考えるとやることはたくさんあるんだな。オプーナのリアル化と醸造台の作成、無限弓の作成、農場の拡大。うわぁ。やることが尽きんな、マイクラは。なぁ、デロンギヒーター。デロンギヒーター的にはどう思う？まあ、好きなことやればいいと思うよ。かっこいい。かっこいいこと言うなぁ、やっぱこいつは本当に。好きなことで生きていけばいい。おぉ、好きなことで生きる。諦めよう、おぉ、諦めよう。僕、ネザー探検に行ってまいりまーす。行ってらっしゃい。なんだこれ。はい、というわけで、タケルでーす。今日はネザー要塞に行きました。やった、タケルさんの新作動画だ。タケルチューバー。どうも、タケルでーす。タケルはですね、ただいまですね、大体、お金を稼ぐ方法がですね、銀行強盗か、タケルでーす。何も思いつかんかったんだよな。第1話のあのタケルのインパクトは俺らにとんでもないほど。おー、これ、ガーッ！ちょっと待って！いきなり出てくんだ、こいつ！いて！ダメだ！死ぬぞー！死ぬんですか。スレッカーさん、早く行くね。早いね、やっぱスレッカーさんは。ぐえー。散々な感じでやられましたね。俺は諦めん、もう一回行く。お、行ってらっしゃい。お、ちぎる戦士諦めなければ負けはないから。ああ。この牧場、ちゃんとゾンビが入りやすいようにできてる。なぁ、ちゃんと。ちゃんととは。ちゃんととは言ったよ。スライムボール欲しい。あれ、モンスターハウスライトに牛しかいないけど。どうしてそうなった？全然あれ使い物にならない。あ、やっとあったー。さあ、ネザー要塞のチェスト、一体何が入ってんのか。ブッブブーン、ネザーウォート2個と、鉄1個。ブッブーン、クソ野郎。精神崩壊したけど。怒ったので、エオエオとじゃんけんします。最初はグ、じゃんけんパー。パー。アイコでした。アイコだったので、カブトムシ歌ってください。カブトムシ、カブトムシ、羽を取ったら、いやここほんとなんもねえな、帰ろ。ひどいわ。ちえ、ちえ、あいつ殺そうかな。別に被害は与えてないだろう。ちょっとけど今キックンがやろうとしたことをやってたら俺は撃ち殺してないかもしれない、キックンを。運も言わさず撃ち殺してたかもしれない。希望を抱きしめ。動画
を見てくれてありがとうございます。ありがとうロボットだ。ありがとう、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 ありがとうロボットの反乱だ。ありがとう、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 よければ登録とかチャンネルしてくれると嬉しいな、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 ニコニコとかも見てくれ、通報してくれ。